お、始まりました。ムテチャンネルです。さあ、今緊急で動画撮ってるんですけども、はい。倍率 1.0 倍の大学の闇ということですね。はい。まあ、闇というか、結構まあ、昨今ですね、いろいろと騒がれておりますが、まあ、うちのチャンネルでね、いろいろと話題になっておるので、まあ、その辺のことも話さなきゃなと思ってます。本当は、まあ、いろいろね、別の動画あるんで、その辺のね、英語関係の動画上げたいんですけど、残念ながらうちの編集マンがですね、全然上がって、来ないと、はい、いうことで、昨日の動画とかも本当は一昨日上がる動画でしたし、全部ずれ込んでしまっているんですね。もうちょっとね、緊急で藤川さんの、合宿の動画を上げたりとかね、してて、結局上がってこないので、まあ、本当にだいたい1本の動画に15時間とか編集かかってしまうので、2日かかって出ている状況なんですね。まあ内容的にはその2時間ぐらいで終わるようなものなんですけどね。なんかどうも買ってこないということですいませんが、一応早稲田出身って言ってるんですけど、僕は信じてないですね、編集マン。まあその辺のこともちょっと話していきたいと思います。本当に早稲田だったらすごいわ。あのてんちゃんの面接動画の編集の英語とかも間違えまくってたからね、英検3級のやつ、はあ、どんだけ直さなきゃいけないんだって思ってね、大変な思いをしてるんですけど、はい、まあまあまあちょっとやっぱり勘違いが多いなと思ってて、そうです。では、藤川伝さんね、関西外国語大学短期大学部ですね、短期の方ですからね、間違いないでください。にね、なんで合格したんだとか、どうして単位取れるんだとかっていうのが、まあ、いろいろと来てます、コメントでね。いや、それは合格できますよ。え、だって中学英語できないじゃないか、ね、それで英語専攻なんてって言うかもしれないですけど、だって倍率 1.0 倍でしょ？てんちゃん受けた時って。2022年じゃなかったでしたっけ？そう、倍率 1.0 倍ですから、まあ、まず落ちない。ですよ、ちゃんと。よっぽどって3人落ちてたから、一応見たらね、データ、うん、受験した人の144人中141人合格だったかな、確かそんな感じだったと思って、3人落ちてんだなと思って、はい、びっくりしたんですけど、まあだからほぼほぼ落ちないです。はい、名前書いて何かしら書きゃ合格できます。だからそんなに合格するっていうのは難しくないです。今ザ全入地雷って言われてて、でやっぱりこういうね、いわゆる勉強系の動画を見てる人っていうのは、まあ大学っていうのは勉強して入らないといけないとかね、大変な関門でっていうふうに思ってると思うんですよ。そのマーチまでだって基礎をちゃんとね、みっちり完璧に、完璧にというか、まあほとんど完璧状態にしないとなかなか合格できないし、早慶って言ったらもう別世界だからね、とてつもなく勉強しないと入れないっていう世界なんで、まあそういうのに見慣れてしまっているというか、そういうのが当たり前だと思ってしまっているのでわからないかもしれないですけど、まあだってほらマーチだってよく言われますね、このね、世の中の上位 10% の学力がないと受かれないんだよとかって言われるわけですけど、だから全然普通のことではないんです。とても大変。なんかマーチなんか当たり前ね、とりあえずマーチって言葉が私大嫌いですけど、そうやって入れると思ってる人が多いですけど、そんなことないです。とても大変な頃なんですよ、関門でございます。だからよくね、エフラン大学とかってね、みんな入れるような大学とかねあると思うんですけど、そういうところ 1.0 倍とかってあるわけです。本当に 1.0 倍切るとこだってあるわけだからね、そう 0. いくつなんていうね、全入のところだってあるわけですよ。そういうところに学力がいるか勉強する必要があるか、いらないですね。はい、そのまま入れます。全然何も勉強なんかしなくたって入れます。中学レベルの英語わかんないんで、そんな大学生になれるんですか？なれます。余裕で全然なれます。あとはまあ子供たちはわかんないと思いますけど、大人になればわかりますね。大人なんてその中学レベルの英語なんてわかんない人の方が多いでしょ。で英語なんか使わないからね。どうしてもやっぱ勉強系のね、この YouTube でね、頭のいい人たちを見ていることが多いと思うので、まあ多少のなんか英語はね、わかるみたいな感じで見ちゃうんですよ、どうしてもね。そういう風に見ちゃうんですけど、大学入って英語をね、まあ1年生の時、2年生の時に必修でね、1年だけっていうところもあるし、まあ2年まで必修っていうところもありますけど、まあそこでも適当にやって単位取って、で、その後一切触れないから、もう全くできないなんて人は山ほどいますね。それが当たり前です。でもちろん英語関係の仕事をしてきたんで、自分自身は英語ができる人が周りにいたんですけど、今だから経営する側に回ってね、経営者ですから、いろんな人とやり取りしなきゃいけないわけですね。編集の人だったりとか、取材を受けるだったりとか、その校舎作りにも設営をする人がいたりとか、CM してくれるね、広告を出してくれる人がいたりとかってやり取りするけど、英語ができない人の方が圧倒的に多いですから、中学英語できない人の方が圧倒的に多いです。はい。それが当たり前です。ね、だからその早稲田卒と名乗っている編集マンですら、英検3級の英語ボロボロですよ。全然スペル間違えまくってます、基本的に。ハブのスペル HABE って書いてきたからね。もうそれぐらいです。ピアノもね、全部大文字だったし、P が。とか、もうだから、デタラメなんですよ。めちゃくちゃなんですね、テロップとか。それが
当たり前なんですよ。それが普通、英語がわからないっていうのが普通なんで、それは触れなければできなくなっちゃいますからね。でいらないから、そうだからこんなのありえないって思うかもしれないですけど、実際はそういう大人の方が多い。で次に大学ですね。大学でそんなんで単位取れるんですかってくるんですけど、いや取れます、全然取れます、余裕で取れます。はい、だから自分自身も教えてる側だったからよく分かってる。でだまあ基本はトイックのクラスが多かったですけど、トイックでね何点取れないと進級できない、何点取れないと卒業できないっていうのやってたんですけど、廃止されちゃったもんね。うん、そこの大学やっぱ無理だから取れないんだもん。そんなのやってずっと進級できないし、まああとは上のクラスにいればいるほど突破点が高くなるっていうわけのわかんないシステムだったんで、上にいればいるほど損っていうね、そういうわけのわかんないシステムだったんで、まあ廃止されていましたね。できないんだ、無理なんです。で大学レベルで中学英語を教えるのは当たり前です。はい、そんなの大学レベルで大学レベルの英語なんて教えらんないですよ、できないもん。だから上の大学でもどん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 学力が下がっていくのが当たり前で、下の大学はそもそも中学レベルの英語なんか身についてないですから、それから教えないといけない。で日本って1週間に1回しかないところがほとんどだからさ、その1週間後にはさゼロになって戻ってくるからさ、全く覚えてないっていう状況になっちゃうから、まあ大変、やってもやっても進まない。だから藤川さんがこんなのありえないとかって言ってるかもしれないですけど、森鉄の無駄遣いだとか、森鉄がこんなレベルの低いことを教えているなんて珍しいとかって言いますけど、やってきてたんでそれ全然。だから自分としては、ね、見慣れてる風景です。さすがにね、あの宿題とか見てたからさ、どういう宿題をてんちゃんがやってるとか見てたから、もっとできると思ってたよ。だからその中学英語的なのとかの宿題あったわけで、それをこう解いてるのとかあって、で高校レベルのもあった、高校レベルの宿題もあったし、でその期末テストとか見てたんで大学ので、それに高校レベルのやつとかあった、文法の問題とかね。でまあそれですごくいい点とは言わないですよ、すごくいい点とは言わないけど、まあ取れてたんで、まあだから多少はこの辺のことは分かってんのかな、まあ多分関係者とかはこれ分かってないだろうな、適当にウィッチとか選んでるだろうなとかっていうのはあったけど、まあ英検3級レベルの単語ぐらいは分かってて問題解いてんのかなって思ってたんですよ。その問題文だってやっぱ中学レベルの分かんないと問題文読めないからって思ってたけど、まさか知らんかったとはね、適当に解いてたんだっていうのはちょっと驚いたけど、それがでも当たり前です。だから教えてた人間からすると、そのねいわゆるエフラン大学レベルっていうところでやってた人間からすると、全然それは当たり前のこと、普通のこと。でだから英語のクラスもやってました、英語のクラスもやってたけど、だからまあスピーキングとリスニング中心のクラスだったんだよね確かね。それでテキストはそれ中心にやったけど、まあわかんないわけですよ、英語でこっちがねやっても理解できないから。で文法に関してはやっぱ多少やんなきゃいけないということで、で文法もやるんだけど、例えばまあね代名詞の格、はい代名詞の格変化やってくださいって言って、何十人ぐらいとか40人ぐらい必修でやったんだけど、代名詞の格変化で書けたの数人だったよね。全部ちゃんと代名詞の格書けたの数人だったし、やっぱトゥーフ定詞と同名詞とか全然わかんないし、まあそれが当たり前でした。トイックやってた大学なんて上のクラスでもやっぱトゥーフ定詞とか理解できてなかったもんね。まあ何人も先生になってますけど、その中で理解できなかったのにその人先生になってますけどね今ね、っていうレベルなんですよ。だから全然おかしなことというか普通です。それで単位取れちゃう、こっちも分かってるから、それとか課題にしてテストしたって試験で出したところでさ、まあ分かりやすく説明はしますよ、分かりやすく説明はするんだけど、自分で理解できるかって言ったらそんなとこまでいかないし、1週間後には忘れちゃうわけじゃん。だから試験で出しても解けないって分かってるわけですよ。だから逃げ道をいつもちゃんと用意してた。そのトイッククラスだったらちゃんとトイッククラスの試験プラスアルファで単語の問題っていうのがあって、でその単語の問題が取れていたら、別にこっちのねトイックだったりとか文法のところが取れなくても、リスニングのところが取れなくても合格できるようにってやってたし、あとは出席点を高くして、出席点でなんとかするとかっていう風にやってましたよ。落としちゃいけないからさ、ずらーっとさ大量に落としちゃったら苦情になっちゃうからっていう風にちゃんと逃げ道を用意した。ちなみにその逃げ道を用意しても下のクラスはほぼ落ちるからね、合格できるようにわざわざするのにさ出席しないし、でそれが当たり前。上の大学
学になったらさね、一生懸命ノート見せてもらって丸暗記したりとかさ、持ち込み可の試験が多かったりとかでさ、内容全然身につかなくても単位取れちゃうなんて、そんな当たり前じゃないですか。そんなもう自分自身もで、よく考えてみれば法学の授業何もわかんないけど取った、現代思想史何も授業出てないけど取った、美術史何にも授業わかんなかったけど単位取った、そんなんばっかり。文学史のやつね、英文学史、米文学史とかめちゃくちゃ丸暗記だったよね。過去もみんなで集めてさ、一生懸命それ暗記してっていうのだけで身についたかって言われてるからね、それは甚だ疑問です。っていう風に、まあ大学で単位を取るのは全然難しくないです。これは別にそのエフラン大に限ったことじゃない。ただエフラン大は単位取る簡単っていうか、めちゃくちゃあの逃げ道を作ってくれることが多い。自分自身も本当にね、こんなんでいいのかなって思う逃げ道を作ったよ。単語テストでこれでも取れないかみたいな。だってもうさ、はいも言ってあるでさ、こっからここまででこの中から何語出しますって言ってやって、それでも取れないんだもんね。もうびっくりするよっていうのをもう何年も見てたから、自分自身は全然。あとだから専門学校に行けとかってよくコメント来てるけど、いやいや専門学校の方が難しいさ、圧倒的に。出席も厳しい、大学なんかよりずっと厳しい、試験だってね、大学よりも全然厳しかったりするとこ多いから、だから専門学校ってね、結局辞めちゃう人多いわけじゃないですか、っていうのが実際のとこなんですよ。これ全然おかしなことというか、普通に起こっていることですね、この世の中。なんでまあ驚くかもしれないですけど、実際多くの場合は中学レベルのことが教えられてるし、英語に関してなんて、英語なんて特にそうですよ。だから数学の授業とかもそうじゃん。中学数学ですよね。大学で数学の授業って言って、一般教養的にやるのってさ、そういうもんなんです。もちろんありますよ。レベルの高いのもね。数学だって英語だってレベルの高いのもあるけど、残念ながらこういう低いレベルのものが教えられてるとこもたくさんあるっていうのが現状です。そもそもね、なんか勉強ができないんだみたいなこと言ってるけど、まあそれだって普通にこう勉強するのが大変な知能の人だってさ、1000万人以上いるわけでしょ、この日本だって。で、英語がね、中学レベルができる人って言ったら、この1000万どころじゃないわけですよね。できない人か。ね、英語で中学レベルのができない人って言ったら、それは全然大半は超えると思いますよ。何千万人っていう風になると思いますよ。7000万人とか8000万人とかになると思いますよ。それが普通なんだもん。自分のそのね、大学出たね、マーチとか出た友達とか、あと公立大学出た友達とかいろいろいるけど、今英語ができるかすか絶対できないからね。英語っていうのはやっぱ使わなければ忘れてってしまうものですからね。だから 1.0 倍ってことはそういうことなんです。だからこれからどん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 大学潰れていくし、女子大が消える、短大が消える、合併するとかっていうのがどん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 進んでいくでしょう。人口がいないんだもん。で、全入時代でこういうのはまあ当たり前というか割合が多くなりますよね。中学レベルも分かんないで大学卒業するっていう人の割合がどん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 増えていくって感じじゃないかな。まあ衝撃的かもしれないけど、これが普通なんですよね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 藤川さん英検4級5級、それはな、せめて中学レベルは分かって短大卒業してほしいな。